悲しいこの子ゆずさんもまれてるゆずさん注意めちゃくちゃもまれてるアウトのコインを丁寧に集めたらアウトにわざわざクラクション開きに来る赤目だけすいませんマジでゆずさんそんなやついるの？やばくない？煩悩だよ煩悩。モズさんこのレビュー今日マジで何もしてないよ本当に。しか考えてないよ動き。煩悩だよそれ。いや、ゆずさんあなたはやったよ。この村に参加した時点で、ね、いや参加した時点でやってんのよ。このレビューに参加してる時点でもうダメです。とんでもないことになる。またそこは丸めなくていいの？頭。あ丸めます今からこれ怖いやつ強要してるでしょこれいやしてないしてないしてないただ源さんっていう僧侶がいて僧侶がいて僧侶なんだ集中できてないやつは肩をパンって叩くやつで頭叩かれるあたさこを抗うんじゃねえあたさこ抗うな抗うなサイドも彼サイドもまだここは生えるんです僕読んだぞこれちょっと染めてんのも腹立つな確かにちょっとおしゃれぶってるこれおしゃれないおしゃれおしゃれでしょうがまあ生き残り回って4年しかねえか慎太郎もハゲたら早くなると思うよ世界変わるからやんなマジでハゲてから早くなったハゲなくてもこれだけ早いから 160cc ぐらいになるからねだいぶ強い意味ないと思ってるでしょ強いだろ意味ないと思ってるでしょ慎太郎、うん、意味ないと思ってるでも160になるんならタイムアタック全部更新できるのいけるいけるちょっとタイミング変わるけどドリフトリンゴさんもだって丸めてきた瞬間に決勝行ったからなあーあー効果あるかっこいいです、はい、リンさんリンさんはい抗うのやめなさい丸め時ですよ丸め時頭重くないですかなろうよ確かにちょっと熱いんだよなうん慎太郎ハゲできたら最高におもろいよ、リンさん。リンさんと慎太郎がハゲできたら最高におもろいよ、ほんとに。初期ミーでわざわざハゲんだ。もうね、ミー入ってなかったから初期ミーでちゃんとハゲ選んだ。ついにミー作るんだ、慎太郎さん。あんま走んねえ。どこだっためっちゃ走ってたけどめっちゃ走った大会で、ね、必ず走ったまである必ず人気でしたねこことスノーボードクロス死ぬほど走らされた記憶ありますわスノーボードクロスでも俺 1,2 回だったなあマジうん解説してて体感多かったのはベビーパークですベビーパーク3回ぐらい走ったわ絶対ガミさんのせいだから慎太郎よかったよな俺らが A でな全く同じ抹茶ってうん一回マシなかったもんね、予選でベビーパラメ。一回マシてない。ああ、もう犯罪者がいっぱい。紙コピ車。あんまり来なかったね、このコース。うん。よっしゃ、1位でゴールだーやったー泉出るかーって言った瞬間に慎太郎抜かれて2位になったコース。もう、おいしゃねえだろ、マジで。リンだな、今のは、これ。え、違いますよ。今の違いますよ完全にお前だったと違いますよちょっとなんかコードかなニヤニヤしながら言ってすごいすごいすごいリンさんも外役して嘘つくようになったんですね違いますよって言って違いますよニコニコしながら言ってたぞあれ本当にこの雨集まり会を経て暴言吐くようになりましたもんねリンさんおお言ってたねなんて言ったんですかいやふざけるなパン君あれ見た確かにな非常にまずいのでいやラスアイ峠なんだそのリンゴさんナイスやったーなんとかしたーはいたいなんとかなったあまあええわマイコ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 やっとマイコあれもリンゴさん最後僕のウィニング当たりましたはい当たっております当てんかったら逆やヤハタスバ2位に上がっちゃったから助かりましたやっと思ったじゃあなんで当てたんですか今それを後悔してたんでいやそうです
でも気になるよね、なんで当てたのかね。うん、確かに。いや、そしたら当てなきゃよかったのに。いや、ウィニングの演習、八幡迫が上がってきてるかもしれない。練習、練習。自分より下の人間でウィニングの練習するのやめてもらっていいですか。自分より下の人間でしかウィニングの練習できねえよ。確かに。その通りだ。いや、その時実力がですよ。その時私もバナさんで、ね、ゲンさんの血がうずいて後ろにバックスナイフを持って、血がうずってなんだよ。そのバナさんで言っとけば、そう思っておけば、私がやったみたいに言い方やめてゲンムラレギュー、この名前使ってゲンさんが悪いみたいなな。なんでゲンさんが悪いみたいな言い方したっけな。血が騒いでって勝手に騒いだんだろ、お前。なんでゲンさんと同じ血が通ってるってことですか、勝手に血通ってんの。勝手に騒いだけど。血縁関係でゲンさんのせいで僕ら遺伝かけてるんじゃないですか。はいはい、あ、なんかでかいやつ、はいはいはい、一気に落ちちゃった一回ね、買い取るとね、ねえ、ポンゼロ強、いや耐えてますね、最強や、耐えてるね、強いね、さすがに。あれ2だっけ、ポンズ2です。あれポン3位だっけ、アモアスマリカハエ、あ、3位です。あ、3位か、さすが3位ってことは、マリカ勢そんなにもしかして、あ、なんで敵を増やそうとするんだ。第4回アマースマリカ杯伊豆ハタスコ参戦。やばい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 。やだ。落としたやつを落としてくるからな、好きだよ。予選とかで多分。ね、浮いた点数で。そう、浮いた点数で。やだな。ここで落ちてくるからな。ここで停止くらなみたいな。みんなで辞退して差しで4時間ぐらいやらせよ。おもろそう。全員辞退。差し4時間。差し42レース。やばいな。後半同節200人ぐらいだ。同じパターンしかないからね。せっかくの大会なのに。再放送かな。悪魔の番組上がれなかった。ちゃんと練習したスイージャー取れるんですよ。うん、素晴らしいね。素晴らしい。安定しますね。9点多くね。すんでらしい。本当だ、めっちゃ9点いる。伊豆が前走ってる時は赤コーラを投げてその後ろを走るって学んだんだ俺。縦作った。そうそう、あのバロラントの犬と一緒。ドローンと。バロラントで学んだ回避方法を。大事なことはバロラントかもしれない。そんな役立つんだ。役立ちます。絶対バックサー飛んでくるから赤コーラ投げてその後ろを走ればケアできるんで。なるほど。でもマジでバックスな警戒度は上がったと思う。いや、ずっとやって。でもさ、無駄にアウト膨らむようになってそこでたまにキノコでインから抜かされるとかありますよね。ああ、わかる。これ伊豆のせいだ。いつもそれ抜かれるために伊豆のせいだって思ってる。遠回しに僕のせいなんだ、やめてください。勝手に。だからバックスナーはもう。みんなやらないって約束しよう。分かった、俺はじゃあやらない。絶対やったろ、絶対やるステージで。今やりましたけど。あれでもう引退したから、チキに。絶対やらない。約束する。絶対バックスナしない。僕は今一回アルマリできるみたいな。いやいや、違う、そういうことじゃない。もう終わり。終わり。終わり。もうこれはやっぱしないと。そうそうそう、もうその、やられたからみたいなもんじゃない。もう終わり。被害者の傷はどうなるんですか。いや、もうそれはもう慰謝料払うから。お金なんだ。お金で解決だ。そういう作戦か。バックヨガからの行け。危ねえ。バックヨガからの。バックヨガからの。待ってトリムで行かないで。危ねえ。危ねえ。反射バックスのやばい。アメリカ。せっかくシンタロと悪魔やろうと思ったのに。ダブルアガサンで。ダブルアガサ、ダブルアガサやばすぎて。赤6ってこと。赤6ってことです。赤7かな。赤7。うん。赤7ブメ。楽しいやろな。赤7ってこと。うん？面白。何でもありか、今日。脈絡がないって、やばいって。拾わない方も何でもありだもん。やばいって。夏の海みたいだね。
半分ぐらい個人実況してないみんな。通話いる？本当は通話してないです。繋がってない。レース始まったらミュートした方がいいもしかして。大会形式ね。あのすごいですね。やっぱ原産村今数えてみたけど、デフォルトで決勝進出者6人以上いますね、基本的に。ヒュー！おー！今日も6人。せーだ。伊豆畑削っても6人ってことですよね、だから。そうです、そうです。ね。伊豆畑出たことない。出たことない。あんまり考えない。実績だけに置いたら、多分俺みんなより弱い。ゲンさん、ゲンさん今日飲んでる？今日ゲンさんもやばいよな。そうですよ、なんか。実質10人から選んでるんだよなって思ってるし。あの配信中にお酒って飲まない方がいいですよ。でしょうねおじさん。なんでやろな。おじさんのコメント。トレンド乗るしな。染みるわ。重みがちぎる。ちなみにお酒飲んだ時どうだったんですか。え、2時間寝た。2時間寝た。みんなで桃鉄やりながら2時間寝た。重すぎたよな。で、翌日の朝7時にグループチャットに本当にごめんなさいって来てました。アシュが嬉しそうに夜勤明けで、なんなんブリちゃんなんかやらかしたんでニヤニヤしてた。一番おもろい。かわいいブリちゃん見とくわ。あいつめっちゃ嬉しそうだったな。あのブリちゃんってハイブリさんみんなにコニシって呼ばれてますもんね。確かやな。コニシやらかした。いや、やらかしたよ。めちゃくちゃ反省してるよ。